皆様こんにちは、連休を前に皆様に一言申し上げます。はじめに市民の皆様の日頃の感染防止対策や新しい生活様式への取り組みなど注意深くかつ他人のための利他的な行動に感謝を申し上げます。また新型コロナウイルス感染症拡大防止にご尽力いただいております。医療従事者の皆様をはじめ関係者の皆様、すべてのエッセンシャルワーカーの皆様に改めて市民の皆様とともに深く感謝を申し上げます。ありがとうございます。いよいよ7月23日から4連休を迎えます。また GoTo キャンペーンを含む楽しい夏休みの計画を立てていらっしゃる時期かと存じます。その楽しいお休みが感染症に罹患するということのないように一言お願いを申し上げます。市内ではこれまで7人の方が罹患されましたが、幸いにも全ての方が順調に回復されています。現在承知している限りでは一部の感染経路不明の方を除き市外の方との接触により罹患されております。従いまして市内の方との交流も市外の方との交流も今まで通り3密を回避し換気の良い環境で行い、そして手洗いを励行されることを心からお願いいたします。新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言は解除されておりますが、東京をはじめ首都圏での感染拡大の勢いはまだまだ止まっておりません。その分お一人お一人の行動が大切になってまいります。4連休になりますが、換気、2メートルマナー、手洗い励行、気力体力の健康時にご配慮いただくなど、引き続き最新の注意を持って生活されますことを心からお願いいたします。良き連休となることをお祈りいたしまして、連休前のご挨拶とさせていただきます。郡山市長、品川雅人、それでは良い連休をお過ごしください。